フェノメーノ、イタリア語で怪物を意味する単語である。かつてサッカー界にはこう呼ばれた選手がいた。2011年に引退をしたブラジルの英雄ロナウドである。速く、強く、重く、そしてうまい。それがロナウドだ。最高の選手や天才がメッシ、クリスティアーノ・ロナウドだとすると、ロナウドは最強の選手であると言えるだろう。今回はそんなフェノメーノ、ロナウドがなぜ怪物と呼ばれたのか、その経歴と凄さについて解説していきたいと思う。基礎情報。ロナウドことロナウド・ルイス・ナザーリオ・デリマは1993年から2011年まで活躍した元ブラジル代表選手である。ポジションはフォワード。身長は183センチ。ブラジル代表として4度のワールドカップを経験。その中で優勝、 MVP、 得点王と多くのタイトルを獲得した。クラブでももちろん輝きを放っており、 FIFA 最優秀選手賞を3度、バロンドールを2度獲得している。2011年に現役を引退してからは実業家に転身し、現在はレアル・バレドリードの会長を務めるなど、今なお精力的に活動を続けている。経歴。ロナウドは1993年に母国ブラジルの名門クルゼイロでプロデビューをし、そのキャリアをスタートさせた。この時ロナウドは若干16歳であった。ロナウドはすでにこの頃から怪物の片鱗を見せつけており、14試合で12ゴールを叩き出す大暴れをしていた。そしてその実力を買われ、翌シーズンにはオランダの PSV へと移籍、欧州初挑戦を果たした。移籍を果たしたロナウドは早くもチームにフィット。32試合で30ゴールという驚異の記録を叩き出し、得点王を獲得。翌シーズンは膝の負傷を抱え、出場数は減少したものの、それでもリーグ戦13試合出場12ゴールを記録し、異常な得点率を誇った。1996-97 シーズン、ロナウドはスペイン、バルセロナへと戦いの場を移す。バルセロナへの在籍はこの1シーズンのみとなったが、ロナウドは公式戦49試合に出場し、47ゴールを獲得。チームをコパ・デル・レイ優勝へと導く活躍を見せ、自身もリーグ戦得点王を奪取した。翌シーズンはインテルへ移籍。このインテルでは2002年まで在籍をし、1年目にはリーグ戦32試合で25ゴールを奪う活躍を見せた。このインテルでの1年目と前シーズンのバルセロナでの活躍が彼の全盛期と言われている。フェノメーノと呼ばれるようになったのもちょうどこの時期である。ここまで順調にその怪物ぶりを発揮していたロナウドであったが、1998年ワールドカップでの怪我を境に、彼の経歴は大きく様変わりする。1998-99 シーズン、大半を怪我の治療に要したロナウドは出場機会が激減する。しかしそれでも出場19試合中、得点は14と圧倒的得点率を誇った。ロナウドは怪我を治せばまた活躍を始めるだろう、そう思われていた。しかし運命は残酷で、翌シーズンには右膝十字靭帯を断裂。さらにはリハビリ後の復帰戦で再び右膝十字靭帯を断裂し、結局インテルでは 2001-02 シーズン終盤まで試合に復帰することができなかったのである。この2度にわたる大怪我でロナウドは全盛期の力を失ってしまった。しかし彼は懸命に努力をする。そして2002年の日韓ワールドカップではゴールを挙げ続け、奇跡の復活を遂げたのである。この大会でロナウドは得点王を獲得し、ブラジルを優勝に導く。そしてこの実績をもって名門レアル・マドリーへの移籍の扉をこじ開けたのである。前世紀から見ればその動きは見劣りはしたが、移籍後初のシーズンとなる 2002-03 シーズンはリーグ戦31試合出場23ゴール、見事にチームのリーグ制覇に貢献してみせた。その後も 2005-06 シーズンまで2桁ゴールを継続し、怪物は健在であることを示し続けたのである。翌シーズンは監督との折り合いの悪さからシーズン途中ながら AC ミランへ電撃移籍。2007-08 シーズンからは再び活躍を示すと思われた。しかしここでロナウドに再び悲劇が訪れる。
左膝の靭帯損傷である。結局この怪我が致命傷となり、ロナウドはミランでは大きなインパクトを残すことができず、母国ブラジルのコリンチャンスに移籍することになる。ブラジルで再起を図ったロナウドであったが、とうとうそれは叶わず、2010年11月13日のフルスクルゼイロ戦での PK を最後のゴールに。2011年彼はピッチに別れを告げた。特徴、ロナウドの特徴は何といってもその得点力であろう。前世紀には1試合1得点のペースで量産するその得点力はその時代他の追随を許さないほどのものであった。なぜロナウドがこうまで得点力を持っていたか。当然シュートの際のパワーと精度が抜きんでていたこともあるが、その前の個人でも打開できる突破力こそが彼の大量ゴールに結びつく最大の強みであったと考えられる。メッシやロナウジーニョのような細やかでスルスルとディフェンダーをかいくぐるドリブルを10のドリブルとすると、ロナウドのドリブルは5のドリブルであったと言えよう。ファウルをしても止まらない、数人でブロックを作っても止まらない。そのドリブルスピードはボールを持たないディフェンダーに勝り、たとえタックルに来られてもそれを弾き飛ばすことができる。ロナウドのフィジカルはまさに強靭そのものであった。彼の時代のサッカーは現代に比べると前線の選手が使うことのできるスペースが広く、またカバーリングやマーキングも抜かれた後から指導する後手の戦略が多かった。その環境も彼にとってはいい作用をしたのであろう。しかしロナウドにはたとえスペースがなくとも状況を打開できるもう一つの武器を持っていた。それはアジリティの高さとトリッキーなボールスキルである。ここまでフィジカルの強さばかりを強調してきたが、実はロナウドは足元の技術にも秀でていたのである。シザースや足裏を使った細かいタッチでディフェンダー間を縫っていくこともできたのである。ピックアップゲーム、ロナウドの特徴が見て取れる試合をいくつか紹介しよう。まずは1996-97シーズン、1996年10月12日に行われたリーガ第7節対コンポステーラ戦だ。バルセロナ2点リードの前半36分、相手のミスからセンターサークル付近でボールを奪うと、ロナウドはそのままドリブルを開始、ユニフォームを引っ張られ、体に腕を入れられと激しいチェックに遭うも、ロナウドはこれをものとはせず、1人2人とディフェンダーを剥がしていく。そしてあっという間にボックス内へと侵入。ディフェンダー2人に挟まれるも、細やかで華やかなステップでこれを軽くいなすと、鋭い振りからゴール左隅へボールを突き刺したのである。通常であればいずれかの段階でディフェンダーに捕まり、ファール覚悟で潰されるような場面であるが、ロナウドはそれすらも相手に許さずゴールをさらってみせたのである。まるで1人だけアメフトやラグビーでもやっているような、そんなプレーであった。2試合目はその数試合後の1996年10月26日に行われたリーガ第10節対バレンシア戦だ。この試合ロナウドはハットトリックを達成したが、随所にロナウドの凄さが現れていた。まずは15分、やや左サイド付近でボールを持ったロナウドがドリブルを開始する。そして大きなタッチでディフェンダー2人をまとめて抜き去ると、そのままボックス内に侵入、冷静にゴール右隅にボールを突き刺したのである。彼の爆発的な加速力を見せつけたゴールである。2点目は35分、味方のロングフィードを柔らかいアウトサイドトラップで受けたロナウドはそのまま独走、鋭いカウンターでまたしてもゴールを奪ってみせた。そしてロナウドのボールコントロールの高さが出たのが74分に生まれたハットトリックとなる得点。センターサークル付近でボールを奪ったロナウドはそのままドリブルを開始、スピードを保ったまま細かなタッチで持ち上がると、取り囲む 3,4 人のディフェンダーをものともせず強引に突破、簡単にゴールを挙げた。ボールを持ったロナウドは何人がかりであろうと止められない、そんな印象を植え付けた試合であったと言えるだろう。バルセロナの監督であったボビー・ロブソンが当時、私の戦術はロナウドであると評したように、ロナウドは個人で敵の守備を破壊できる存在であったのだ。最後に紹介する試合はインテルでの試合だ。ロナウドはインテルへ移籍してからもセンセーショナルを巻き起こし続けていたため、数多くのハイライトを生み出してきたが、今回はその中の一つ。1997-98 シーズン、
1998年4月17日に行われた対スパルタクモスクワ戦を取り上げる。この日の試合はUEFAヨーロッパリーグの前身UEFAカップの準決勝セカンドレグであったが、試合が行われたモスクワの当日のピッチは雪と凍土の影響で全体がぬかるみ状態、劣悪極まりない最悪のコンディションであった。とてもまともなサッカーはできないようなものであったが、ロナウドはこれを意に介さなかった。コンビを組んでいたイヴァン・サモラノと2人で縦横無尽に暴れ回り、モスクワ守備陣をボロボロにしていったのである。ロナウドはこの日2得点を奪ってチームを勝利に導くが、特に2点目が圧巻であった。75分スローインを受けたロナウドはそのまま素早く反転、ディフェンダーを1枚剥がすとサモラノへパス。すぐにワンツーでリターンを受けると、ディフェンダー2枚とゴールキーパーを簡単にかわしゴールを奪ってみせたのである。とてもまともなドリブルやパスなどできないようなピッチコンディションの中生まれたこのゴールはロナウド以外にできるものはいないというほど見事なものであった。ロナウドの全盛期はあまりにも短いものであったが、彼がその当時頂点にいたのは間違いない。だからこそ彼はフェノメーノという名誉あるあだ名をつけられ、現代まで語られる伝説の選手となったのである。今回は怪物ロナウドについて紹介しました。今後も海外サッカーに関するホットな情報を配信していきます。ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。次の動画でまたお会いしましょう。